航空管制官、航空管制官、航空管制官は航空交通管制業務に従事するものである。世界的には国家は監督業務のみを行い、航空管制業務を民間の非営利団体に委託し、費用も税金ではなく航空会社などからの手数料収入から当てている国が多い。日本では主として国土交通省に所属する国家公務員である。 航空機に管制指示等を与えることにより、航空機の異常接近、衝突を防ぎ空域の航空交通管理を行い、安全で円滑な航空機の運航を支えるのが主な業務である。航空管制官は、下記の機関で航空管制業務を行う。それぞれの管制業務については、航空交通管制を参照のこと。日本における航空管制官の身分は、 国土交通省航空局の国家公務員、防衛省の各自衛隊に所属する特別職国家公務員、もしくはアメリカ軍所属の軍人である。本、日本説で特に断りのない場合は、国土交通省航空局の航空管制官を念頭に置いている。諸待遇については、業務の特殊性から専門行政職補給票の適用を受ける。ただし、 航空法案大学校での基礎研修事項中及び終了後に各官所の専任航空管制官付けとして転任し、技能証明取得によって正式に航空管制官として任用されるまでの間は行政職1、報給票の適用を受ける。自衛隊に所属する航空管制官は専任の自衛官であり、特別職の国家公務員として任用されている。 養成教育は航空自衛隊第5 0課学校が一括して実施し、技能証明取得の際の技能試験は国土交通省航空局の試験官が実施している。なお自衛隊所属の航空管制官は、それぞれについて採用試験が異なり、航空自衛隊、海上自衛隊においては入隊後の基礎的教育訓練期間中、自衛官候補生時に希望や適正試験により、 十課学校の入校が選抜され、十課学校卒業により航空管制部門への配属が決定して、部隊での OJ が行われる。陸上自衛隊においては、希望する隊員に適正試験を実施し、選抜者を教育部隊に出向させている。航空管制官が実施する主要な業務は、飛行場管制業務、侵入、ターミナルレーダー管制業務、 航空路管制業務に大別される。飛行場管制は空港内の管制等にて侵入。ターミナルレーダー管制は空港事務所内のアイファールームにて、航空路管制は国内4カ所にある航空交通管制部にてそれぞれ勤務するのが一般的である。航空管制官が配置されている空港は全国33空港であり、 すべての空港に配置されているわけではない。軍民共用空港の多くでは自衛隊や米軍の管制官によって管制されているが、新千歳空港、岩国空港など、那覇空港や長崎空港は国土交通省の航空管制官が管制する。また、山形空港や静岡空港のような比較的小規模な空港には航空管制官は配置されず、代わりに、 航空管制運航情報官が、対空援助業務を行う、レディオ空港、リモート空港、東京国際空港や関西国際空港のような24時間離着陸が、可能な空港はもとより、成田国際空港のような離着陸時間に、制限のある空港でも、貨物機の地上管制や緊急機の着陸に備える、ために、航空管制が24時間勤務している場合がある。また、 航空交通管制部や航空交通管理センターでは日本上空を通過するおよそ全ての民間航空機を管制する必要があるため航空管制官が24時間勤務しているこうした24時間勤務の管所ではシフト制や輪番制が取られている航空管制官は勤務地に応じて必要な資格を取得しなければならない例えば採用後 福岡管制部に配属された場合、航空路管制業務と福岡管制部での限定資格を取得する。その後、成田空港に転勤した場合、新たに飛行場管制業務の資格と成田空港の資格を取得する必要がある。さらにその後に大阪空港に転勤した場合、すでに飛行場管制業務は保持しているが、新たに大阪空港の限定資格を取得する必要がある。 再び、福岡管制部に配属された場合も、再度福岡管制部での限定資格を取得しなければ、ならない場合がある。国家公務員の身分であることから、数年をきに、全国規模の移動がある。また、現場で、一定の経験を積んだ後、国土交通省航空局、本省内部部局や地方航空局、地方支分部局に勤務して企画立や、 管理部門等での行政事務職に従事するもの、航空保安大学校、本校及び岩沼研修センターで教官業務に従事するもの、システム開発評価、危機管理センターの開発評価管理官となるもの、あるいは国際民間航空機関への出向や国際協力機構による派遣で海外機関で勤務するものもいる。全体として空港勤務よりも 航空交通管制部や航空交通管理センター等を空港外で勤務する航空管制の方が多い。航空管制官になるには国家公務員専門職試験である航空管制官採用試験大卒程度に合格して国土交通省の国家公務員として任用され航空保安大学校において航空管制官基礎研修課程の件を受ける。かつては 大卒程度の先修化及び高卒程度の航空管制化、本科での研修によって航空管制官となることができたが2008年平成20年度採用試験をもって本科が廃止された。よって平成21年度より航空管制官となる道は大卒程度の航空管制官基礎研修課程のみとなっている。研修期間は 先週下時代は6ヶ月間、基礎研修課程開始以降は1年間であったが、2016年、平成28年12月採用より8ヶ月間へと短縮された。候補台における研修を終了した後、日本各地の空港や航空交通管制部などへ配属され、現場での訓練、OJT を経て、機能証明を取得することで自立した航空管制官となる。 実際に航空管制業務を行うには航空無線通信士の資格が必要であるため養成過程で取得する。航空管制では原則として航空英語が用いられるため航空管制官には筆記だけではなく一定の会話能力が求められる。そのため採用試験では英語の専門試験として リーディング、リスニング、ピーキングの試験が行われており、他の公務員試験と比して、英語の占める得点比率はかなり高い。また、作業記憶力や状況判断能力などを試す適正試験のほか、視力や聴力等の身体条件の検査も通過する必要があるなど、公務員試験の中では異色の試験である。自衛隊では自衛観光補正から進むこともできるため、 条件は、高卒程度である。また、技術層として、技能証明保有者や基礎試験合格者を不定期に、募集している。航空法では、航空交通の安全に係る操縦士の要求に、基づく管制業務上の指示、承認及び許可は、国土交通大臣の行う、法律事項、航空法第94条、内視99条として定められている。なお、 航空法第96条では、航空機は、航空交通管制区または、航空交通管制権においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な、航空交通の確保を考慮して離陸もしくは着陸の、順序、時期もしくは方法または飛行の方法について与える、指示に従って航行しなければならないと規定してあり、条文上は、大臣が行う、法律事項であって、 航空管制官が直接行うとは規定してないし、航空法にも航空管制官という言葉はない。航空法施行規則第240条において国土交通大臣の権限で次に掲げるものは地方航空局長に行わせるとして、道場第33号において法第96条第1項及び第2項の規定による指示並びに 道場代行の規定による連絡に関する業務で、飛行場管制業務、ターミナルレーダー管制業務及び、着陸誘導管制業務に係るもの、また同志向規則、第242条の2において、国土交通大臣の権限で次に掲げるのは、航空交通管制部長に行わせるとして、道場第6号において、法第96条第1項の規定による指示及び、 道場第3項の規定による連絡に関する業務で、新入管制業務に係るものの、規定により国交通大臣の権限を、地方航空局長並びに、航空交通管制部長に職権を委員している。さらに、地方航空局組織規則第55条第1項には、管制部に、航空管制官を置くとし、道場第2項は、航空管制官は、 次に掲げる事務を司ると規定してあり、具体的には、という規定により、条文上初めて、航空管制官と航空管制官が行うべき具体的諸称事務が規定されている、航空路管制業務については、航空交通管制部組織規則第7条を参照。航空自衛隊、海上自衛隊、陸上自衛隊が行う、航空管制業務は、 航空法第137条の規定に基づいて、国土交通大臣から防衛大臣に職権の委任が行われているものである。航空機同士が異常接近して、乗客57人が重軽傷を負った事故をめぐり、国土交通省東京航空交通管制部の指導担当管制官と管制官が起訴された。第一審の東京地方裁判所判決は無罪で、 あったが、2008年、平成20年4月11日、東京高等裁判所は一審判決を破棄し、指導担当管制官を禁錮1年6ヶ月、執行猶予3年、管制官を禁錮1年、執行猶予3年とする有罪判決を言い渡し、2010年、平成22年10月26日、最高裁判所第一小法廷は、上告を帰却した。 両被告人は、金庫以上の刑が確定したため、国家公務員法第76条により失職した。この判決に対して、国際航空管制関連盟は、航空安全管理システムの前提であり、第37回 ICAO 議会にて、日本が賛同した安全文化の確立に反する。日本の航空の安全性に悪影響を及ぼす、判決である。として非難している。 アメリカでは、ビル・クリントン政権時から、連邦航空局 FAA から航空管制業務を分離する計画があった。その後も、同様の提案が共和党などからあり、2017年6月5日、ドナルド・トランプ政権において、航空管制業務を民営化する計画が発表された。アメリカ合衆国のビジネスインサイダー氏によると、航空管制官の仕事は、 最もストレスの高い職業の一つであるという。ヨーロッパにおいては41カ国が参加するユーロコントロールにおいて全ヨーロッパの航空交通管制の管理と計画を行っている。政府機関、広報サービス提供組織、民間航空会社、軍、空港、その他の組織と協力して活動している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。